ルナオービター2号は月面観測を行った探査機。アポロ計画、サーベイヤー計画のために安全な着陸場所を選び、検証するため、平坦な月面の写真を撮るように設計された。準備のために月面測量学、放射線強度、流星人衝撃などのデータも集められた。ルナオービター2号による撮影写真、1966年11月20日。 月面から 47km の位置、静かの海ルナオービター2号は1966年11月6日にアトラスアジェナ D で打ち上げられ、92.5時間の飛行の後、月周回の赤道付近の大円軌道に投入された。最初の軌道は 196X1850km の大円軌道で、軌道傾斜は11.8度であった。 近点は四十九点七キロメートルで五日で三十三周を行った。十二月七日の情報を受け取り最終日には増幅機が故障し、結果六枚の写真を失った。九百六十六年十二月八日、軌道傾斜角は十七点五度に変更され、新しい月の重力データを提供した。ルナオービター二号は九百六十六年の十一月十八日から二十五日に、 かけて写真を得て、データの読み出しは1966年の12月7日まで行われた。計609回の高度分析と208回の中程度分析フレームが送られ、最も優秀な質のものでは1メートルの大きさまで見ることができた。これにはコペルニクスクレーターの斜面の映像を含まれ、この写真はニュースメディアによって正規の写真の1枚であると添えられた。 正確なデータは運用中を通して、すべての試みで得られることになった。昇流性の衝突も観測された。その後も追跡観測目的で使われ、1967年10月11日、指令によって、北緯3度、統計119.1度の月面に衝突した。2011年、NASA のルナリコネサンスオービターカメラは、ルナオービター2号の衝突点の位置と画像を、 発見した。45度以上の衝突角度から破片は蝶の羽のように広がっていた。ありがとうございます。